御朱印集めが趣味？趣味と言いますか、コレクターと呼んでいただきたいですね。休みの日はバイトで貯めたお金で全国を回っておりまして見てこれ、この御朱印は7色の墨を使った珍しいもので、これなんて御朱印の常識を打ち破ったポップで斬新なデザインでしょ。それからガチ勢だ。海野くんはどうなの？え？だって御朱印帳持ち歩くなんて相当すごいよね。いや、これはたまたまというか、集めてるのも母親の趣味に付き合うついでにやんわりって感じだし、学校サボって神社で暇つぶそうとしてたなんて言えないよな。見てもいい？あ、うん。5年に一度の記念日にしかもらえない激レアなやつ。え、そうなの？私この日法事で行けなかったのに。また法事？ところで、うん、今何個集めた？そこでも張り合う気か。42。187。強い。まあこうなったからには俺も本気を出すとして今年中には追い抜くかな。うんうん、焦らなくてもさ、御朱印は逃げないからね。余裕を見せつけてくるだね。そうそう、あと今日も私の方が早く学校に来たしね。さらなる追撃。言っておくけど明日は負けないから。それはどうかな。もう時間だね。え、もう？やっぱり海野くんは楽しいな。え？これからも一緒に朝活できるかな。もちろん。